今日もすっきり晴れて日向では気温もぐっと上がっています。お出かけの際熱中症対策には気をつけてください。今日私は金沢駅西口から歩いて5分のところにあるこちらのお店、天ぷら秋光に来ています。なんかすごいよ。この店舗なんですが、なんと先月にオープン、そして金沢に初進出ということで、まさに私と一緒じゃないですか。これから有名になっていくんじゃないかと期待が高まります。4月オープンですね。早速中に行きましょう。おばちゃんも普段11時オープンなんですが、特別に開けていただいています。お邪魔します。いらっしゃいませ。店内すごくおしゃれですよ。和モダンで、そして落ち着いた雰囲気が素敵ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お話を聞く寺島さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらどんなお店になっているんですか？天ぷら秋光はですね、東京浅草に本店を構えておりまして、国内に5店舗、海外に21店舗、全国どんぶり連盟でですね、毎年金賞の方を受賞させていただいております。金賞受賞、国内5店舗ということですが、はい、なぜ金沢にオープンされたんですか？金沢はやはり北陸の要所ですし、何よりも美味しい食材が非常に多いので、野菜、魚、そういったものを使って皆様に美味しいものを届けたいという代表の思いから金沢に出店させていただきました。やっぱりいい天ぷらにはいい食材が欠かせないんですね。確かにね。はい、早速メニューを見せてください。はい、メニューなんですが、こちらタッチパネルがご用意してますので、はい、そちらの方でご覧になってみてください。失礼します。タッチパネル便利ですよね。さあ、あ、出てきました。あ、すごい、どれもボリューミーな天丼が並んでいますが、なんか形がそれぞれ、はい、おすすめはこちらになりますね。五代目天丼というものになります。なんということですか、もう丼から溢れるぐらいたくさん具材が見えますよ。中でもおすすめの具材は何になりますか？やっぱりおすすめはこちらにドーンと思ってます、穴子一尾になりますね。はい、こちらから召し上がっていただくのがやっぱりいいかと思います。うわ、大きいですね。ちょっと早速ちょっと取れるかな、奥から。あ、いや、すごい、ちょっと、あ、もう持ってないぐらい大きい。大変ですね。そしても、私の顔と同じぐらいありますよ。早速いただきます。あ、いい音。サックサクです。そして中のお魚ふわふわですね。ありがとうございます。おいしいです。これ衣に何か特徴あるんですか？はい、天ぷら秋光は、独自の、秋光専用の粉を作らせていただいてますし、油の方もオリジナルのブレンドですので、サクサクに揚がっていきます。いや、だからこんなに衣がサックサクなんですね。ありがとうございます。いや、本当に美味しいです。他におすすめの具材はありますか？やはり珍しいのはこちらの小もち昆布になりますかね。なかなか他ではないメニューだと思います。小もち昆布を天ぷらにしちゃったんですね。はい、ちょっとこれ気になりますね。それも ありましたよ。ちゃんと綺麗に揚がってます。いただきます。プチプチですね。ありがとうございます。いや、すごい、これちゃんと食感残してあげていらっしゃるんですね。そうですね、生でも食べられるものですから。はい、いや、こうした変わり種もやっぱり魅力ですよね。はい、はい、うちは変わり種もご用意してます。よかったらタッチパネルでご覧になってみてください。気になる変わり種。あ、ここどんなのがあるんでしょう。あ、ありました、変わり種。変わり種っていう。カレーにエビグラタンにグラタン、明太チーズもんじゃ、どれもすごい気になりますが、中でもこうおすすめはどれですか？おすすめですね、本店でも一番人気ですし、女性に人気のあるこちらのグリーンカレーの天ぷらになりますね。グリーンカレー、カレーちょっと見た目からだとどういう天ぷらになってるのかわからないんですが、衣に早速ちょっといただいてみましょうか。はい、うわー、すごい、いただきます。あ、すいません。とろとろ、いや、すごいですね。美味しそうに食べる。ちゃんとカレーが天ぷらに仕上がってます。はい、代表がタイの店舗を出した際に、本格的に作ったメニューになりますので、意外と本場に近いカレーになると思いますね。この中からね、とろっとカレーが溢れてきて、またちょっとスパイシーでいいですね。そうですね、ありがとうございます。こうした変わり種も含めて
ス面白い天ぷらたくさんありますし、うん、はい、皆さんに楽しんでいただきたいですね。そうですね、天ぷら秋光金沢店4月22日にオープンさせていただいたんですが、いい食材が揃う金沢でですね、北陸の皆様に美味しいものを召し上がっていただきたいと思っておりますので、スタッフ一同皆様のご来店を心からお待ちしております。天ぷら秋光は午前11時からのオープンです。皆さんもぜひ面白くて美味しい天ぷら味わってみてはいかがですか。ここまでお出かけ中継でした。